きの、決まった挨拶の言葉をまず作ってですね、会えばみんなその挨拶をすると。で、これの言葉。一応今例として出てるのが、なんかようこそ黒崎へとか、ご安全にとか、なんでご安全にか知らないけど。ご安全にはね。シャボンみたいなもんですね。なんかこう、いいその黒崎の言葉を作って、まずみんなで挨拶しましょう。ということを作って、2番目に、で毎日1回は黒崎について友達とか知人とか家族なんかで話をしましょう。で3番目で、週1回黒崎のお店で立ち寄って、月1回買い物か食事を必ずしましょう。で4番目に、で思い出の場所を持ってて人に話すことができるようにしましょう。でこの月1回こうしなさいとか、こういうふうに今決めてるんですけど、まずそれを実現化するためにちょっと政策的なものも入ってるんですけど、お店の前に黒崎タウンドシップ参加加盟店のなんかシールを貼ってですね、で何かタウンドシップに参加してる方はメンバーズカードをみんな持ってる。でそれにあとポイントをしてもらう。なるほど。で実際お店に入った時に必ずメンバーズカードを持ってて、まず初めにペッと見せる。しかもこの出し方。はい。ペッと見せたらお店の人はもう最高の笑顔で迎える。お店の人も必ずそれ見せられたら最高の笑顔をしないといけない決まりです。で。ちなみにこのポイントカードせっかく貯めるんだったら、貯めてそれでお店にサービスがあるとか、あと市を巻き込んでポイントが貯まったら税金が安くなるとかいうのをなんかしたらどうかという感じが出てます。市役所の人もですなるほど、はい、はい、はい、以上、以上、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ真ん中行きましょうか。はい、ここで話し合ったのも、5か条 で、 そうです、ね、1つ目は、まあ、安全な町だと言い張ろう。言い張ろう。だって本当に安全やし。あそこまで含めて。まあ、で2つ目にやっぱ企業の特徴はやっぱ黒崎には強いから、まあ、なんか安川君が何かを知っているとか、そういう企業5つ以上言えるとか、そういうのを入れたらいいのかなみたいな。であとは昔話はみんなで自慢しよう、楽しんでっていうのと、まあ飲みネタとしては3軒飲んで帰ろうとか。タウンドシップに参加したら高校生はどうしたいですか。で、まあ、週8出てくる人を黒崎ストと言って、まあ、こう黒崎にたくさんできる、それこそさっき言ってたようなポイントカードみたいなのを作ってて、もう至る所にこう IC カードみたいなのでピッてやってポイントがどんどん加算されていて、まあ、最終的に目指せ黒崎ストからの黒崎キング、黒崎キング遊び人の街黒崎。まあそんな感じで5つです。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらはほとんど言葉つないようなので、じゃあ、はい、第一条、はい、これはもう大前提です。街、はい、が好き、人が好き、おこれが入り口です。じゃあ、町バージョン、じゃあ町のために何をするか、まあ、とにかく、まあ、町づくりに何かしら関わりましょうよと。イベントに参加するでもよし、自分は、町のためにこんなんで役立つような発言するもよし、まあ、何かしら興味を持ってちょっとだけいいことしませんかと。で町づくりに携わりましょう、第2条。第3条以下は人バージョンです。まずホスピタリティを持って接しましょうよって、人に。で例えば笑顔で人に接しましょうとか、人のために何かしましょうとか、そういうなんか人を受け入れやすい仲間、みんなが仲間を受け入れるよという雰囲気を醸し出す人バージョン。でそのためにもう一つあって、挨拶をしましょうよ。挨拶の愛が愛にラブになったら、なるほど。まあ人バージョンで3つ、人バージョン3つ目が
お互いに学び合い、うん、教えましょうと、うんうんうん、みんなが好奇心を持って集まりませんか、うんうんうん、向上心を持ちませんか、うんうんうん、人の成長に役立つ、うんうんうん、そういうことです、ね、でその大前提で、また大前提が来るのかしら、うんうん、そういうことをみんなでやってみませんか、うんうんうん、以上です。はい、はい、ありがとうございます。今やってるのは、タウンシップの、まあたまたまですけど、ご家族で、さっきの話だと、この話、一番最初のこの話をしてたときに、やっぱり緩く軽やかにつながりましょうって話で、しかも住んでる人だけじゃなくて、別に小倉に住んでるけど、黒崎が好きとか、黒崎出身ですとか、東京に住んでるけど、みんなが黒崎で。でそういう人も含めての話でしてね。でそうするとやっぱ週あなんだっけ、週1回行きましょうみたいな話、まあ、ちょっとハードルが高いというか、住んでる人とかね、あれここに通学通勤してる人はいいとか、さっきの高校生は飲みに行けないぞとかいう話があって、さっきのなんだっけ、思い出のなんとかしてありましたよね、はい、思い出の場所を持って行ってやりますよ、黒崎ですよね。だからそういうのとかはいいね、こう敷居は低いけど中身は濃いって言うんですか。だから僕も何かあったのなんかすごく聞いてすごくいいなと思う。あ、企業、安川君を知っている、まあ安川君がどこに来てやっぱ企業のことを知っている。だってここで僕はある意味ここは産業の街じゃないですか。他の街とは違う特徴があってみたいなところを掴んでるのとかはいいかな。やっぱここが一番、何池子さんが言うからなの、なんかこう一番こう心構えみたいなものになっていて、まあ、ハードルは低いっていうか、こうあハードルは低いっていうか間口が広い、間口は広いけど深いみたいなのがなんかいっぱい出てたかな。前提が多い気もしたけどいいなと思いました。これどう、木戸先生、これは今日まとめちゃった方がいいんですか。ボスが言ってますから。ちょっとなんかでも、もうちょっと緩いやつが欲しい。もうちょっと緩いやつね。もうちょっと緩いっていうのはどういう意味で緩いやつ。いや、なんかこうすぐに自分がやって誰から見てもあいつやったなと。でだから例えば週1回行くとかっていうのは分かりやすいし、月1回飲むとかでもこう客観性があって。分かりやすいやつ、まあ、それはじゃあ黒崎に住んでなかったり働いてなかったり、そこなんですよね、今となったら住んでる働いてる人編と分けますか、遠くにいる人編と20歳2万円ぐらいそんなに分けない作ってもらうんだけど、後の方で、戦略がまちづくり戦略の案の中で、例えば若者とか、子供だけ教育とか、あと多世代交流とかって出てくるでしょ。でその辺とやっぱこれはどっかで結びつけないといけないんですね、本当はね。だからそれも含めて考えたいっていうか、まあ作りたい、設定したいんですね。で、そんな先生が言われたように、まあ、思い出の場所があるとかさ、企業の創立記念日をいくつ言えるとかっていうの、なんか要は企業ネタに近いようなところとかはすごくやっぱりいいですよね。もう一方でそのね、どこの町でも使えるものと黒崎ながらっていうのが多分あって、池本さんのところはやっぱどこのでもタウンシップで使おうというところがすごい出てますからね。それはそれであって叱るべきだけど、やっぱもう一方で黒崎らしさっていうのが欲しいのもありますね。なんつうんだろう、理念編と行動編みたいな考え方と行動、それもあるよね。周期会は間違いない。それか、それ、まとめる難しいの。ちょっとまとめなくても、なんかもう一回考えてもらったら、もうちょっと。もう、じゃあ今日はこれだけでいいですか。いや、
一応予定としてはですね、いろいろあって、まあいろいろつっても本作具体的に何をしますか、まあどんな案がありますか、まあ、それさっきのカードなんかそれに近い、ね、あまあそうですね、そうね、カードとかなんか看板に、お店必ずこう看板なりなんかマークをしていうのはそうですね、あとまああと本当はここまで行きたかったですね、コンセプト、うん、次はまあいいとして、そうだな、じゃあそうね、やっぱちょっともう一回これを今の含めて考えますか、なんか態度編と行動編、変なちょっとネーミングが多いなんか心構え編でしょ、だってなんかさっきのこっちのでは、うん、と行動編40代以上しかない。じゃあ心得三箇条、こうなる今から入る行動五箇条ですよ。三箇条で、どうしても三箇条じゃ収まらなかったら増やしてもらったら。今日も前提が出てるかも。自分だったら自分自を好きになりましょうだとちょっとあれなんで。いいですね。うん、広くて、うん、アクセスはいい。でもなんかこれなんかないですかね。なんとかするとかあるとか。好きっちゃってる。なんか博多弁に近く見えるけど、ね、こっち好きっちゃって言いますよね。なんとかちゃっちゃって。ですね。じゃあ僕が僕お願いします。はい。はい、皆さん聞いてください。ですね、まずどちらから、心得から、心得からですね、心得、3箇条ですね、まず町を知り町を好きになりましょう、で、2箇条目が人を知り人を好きになりましょう、そして3箇条目が町と人に愛を捧げましょうということで、この3箇条になりました。はい、あと理由を言った方がいいですかね、理由はですね、まずはそもそも町知識、まあ、町のことをちゃんと知らないから、町に対しての愛情とかも育まれないので、まずはその町を知り町を好きになっていこう、まあ、知らないことには好きにはなれないので、まずそれをまず心得として持ちましょう。そして町に住んでる人たちとか町に来てくれる人たちをまずまあ知って好きにならなければやはり町に対する愛情は育まれないので、まずそれを次にやりましょう。そして最終的にはその上で具体的に愛を注ぐというところまで持っていきましょう。これが心得ですね。でその三箇条ということです。でその心を踏まえまして行動ですね。行動なんですが、行動はまず第1箇条目、1箇条目と上からでいいですか、1箇条目、はい、笑顔で、まあ、これ一応挨拶なんですが、挨拶をしましょうということですね。はい、で次365日が記念日ということで、毎日黒崎の記念日を祝いましょう。で、それからあと年間3つイベントに参加しましょうということです。まあ、こちら心得の中で町を知り町を好きになるという一環で365日黒崎のいろんな記念日を、みんな祝うということはそれを知ること、黒崎の歴史を知ることだったり黒崎のことを知ることだし、年間3つイベントに参加するっていうのも黒崎の町を知りまたそこで出会う人たちを知り、好きになっていくきっかけになるだろう。そしてそもそもそのきっかけとして笑顔で挨拶をする、笑顔で挨拶を知らなければ誰とも知り合えないので、イベントに行ってもね、誰とも知り合えなかったら別に好きにはなれませんから、そういったことでどんどん人の輪を広げていきましょうという思いで、この参加条を、作らせていただきました。以上になります。ありがとうございます。
心得としては、まあ、黒崎市と心得三か条というか、うん、黒崎を知るべし、深めるべし、広めるべしっていうのが、まあ、一応三か条としてはこんな感じになりました。で、まあ、ここでいう心得っていうのはやっぱ常に心がけていなければならないことっていうことなので、まあ、漠然としたこういうものを常に心がける。で、具体的なものは先ほど述べた行動の点でいいのかなというふうに自分は思ったので、こういうふうな参加状になりました。以上です。あ、言いますか。行動編としては、まあ、そうですね、寄り道をする場所がある、しょっちゅう黒崎にアクセスするしてしまう、で安全な町だと言い張る。昔話を自慢できる。で、JR 北側の企業を言える。5つ以上言える。っていうことで、こういうのが行動編としてはこんな感じかなと思います。はい、ありがとうございます。2位に同じです。すいません、話がまとまらなかったんであれなんですけど、まず、ですね、心得の三か条の方が黒崎が好きだと言い切れること、うん、黒崎の好きなところを言えること、うん、黒崎を好きな仲間を見つけること、うん、で行動が方がですね、出過ぎてまとまりきりませんでした。うん、はい、はい、はい、オッケーです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは、木戸隊長どうですか？でもやっぱ、だいぶ良くなったよ。やっぱ時間大切やね。なんか洗練されてくるよ、ここ。そうですね。あと、割と、流れが。なんか修練してくるね。うん、ちょっとこいつ真ん中とか言ってたのって、こう、だんだん凝ってきて。ただ、ね、それぞれ修練していくと全然違うから、どれ取ればいいか分からなくなるけどね。それ決めますか？はい、じゃあすみません、ありがとうございました。でもう一個ね、ここまで、あ、ごめんね、次までやってくれと言われて、方策、ですみません、ここね、9時半までは使えるらしいけど、あとだから20分ぐらいですね。でここまでできるところまでちょっとやりたいと思いますが、一応木戸先生 の、 最初にもらったプリントには2つほどこういうのは、まあ、どうですかというのがありまして、まあ、もうちょっとこれを増やしたいというところですね。で、さっきちょっと木戸先生と違った話してたんですけど、中学生高校生みたいな視点が今までのこう8回かなでは結構出てたんだけど、3回とか5回になるとちょっとそれが後ろに下がっちゃってるので、まあ、この辺ででも例えば具体的にこういうことがっていうのがあったらいいかなという話をちらっとしました。でですね、なんか僕はなんか最近まちづくりみたいなので思ってるのは、前回とこれ三角形ちょっと変えたんですけど、居場所づくりと関係づくりとあと役割づくりで、まあ、これがあると人づくりにつながっていって、でそれが多分まちづくりにつながるのかなっていう気がしてるんですね。 で今生じてるのは、まあ、元から役割も居場所も関係もあったんですよ、そもそもきっと。でもそれがもう揺らいでるんですよね、あるいはこう失われていってる、まあ、役割なんか典型だと思いますけど、お父さんにお父さんの役割があったり、町内会長に町内会長の役割があったり、あるいはなんかステータスって言っていいのかな、それがもうそんなもんだと当然だみたいなのがあったんだけど、それがもう当然じゃなくなってきてるわけですね。でそうすると、まあ関係もあるいは居場所も同じ でそれがこう崩れていってる時にもう一回それを再構築しましょうっていうのが今 の地域づくりになった。でその時に再構築っていうのは昔あったものを取り戻すっていうんじゃなくて別のものをに補填するとか変えるみたいな話ですね。もう一回昔のを取り戻せたら取り戻せたっていいでしょうけど、まあできないんですよ。できないから違うことをやろうとして
点だと思います。から、なんか本当は時間があったら、今ちょっと僕がやってる語り場の話とかですね、小倉ですごく最近流行ってるリノベの話とかですね、しようかなと思ったんだけど、いや、これって、やっぱり役割と場所と関係の話をもう一回作ろうとしてるんですね。だから、で、語り場っていう NPO があって、東京なんですけど、大学生が高校に、キャリア教育にっていうのをやってるんですね。これ結構、すごく流行って、で、実は福岡でもやってるんですね。で、福岡語り場っていうのを立ち上げるんですよ。もうじき一般社団法人でできるんですけど、でそこのね、語り場が、今、新しいことをやろうとしていて、文京区と組んで、東京の文京区と組んで、B ラボっていう施設を作ってるんですね。でも4月オープンなんですよ。もうできてます。で、これ何かって言ったら、正式名称、文京区青少年プラザ。よくどこの自治体もあるじゃないですか。子どもが集える場所、子どもの教育の拠点。で、それを語り場が全部、なんていうの、丸ごと、運営を受注していて、で、普通こういうのって、まあ、施設をどう動かすかみたいな話を一生懸命やるんだけど、そうじゃなくて、これ中学生とか高校生が集まる場所なんだから、中学生とか高校生やらしちゃえばいいじゃん、というのが語り場の発想ですね。で、実際中学生、高校生、大学生が一緒になって、フリーペーパーとか作ってるんですよ。で、これ結構いいフリーペーパー作っていて、で、それってね、中学生、高校生に居場所と役割と環境を与えようっていう話なんですね。で、これは結構面白いんじゃないかと、まだ動いてませんけどね。で、なんでこの話をしてるかというと、ここにもあるじゃんみたいな話。すぐそこに高校生も中学生もいっぱい勉強してるじゃないですか。毎日来てるじゃんって。でも彼らは勉強しに来てるだけなんだよね、きっと。ある意味居場所今なんて。でもその居場所ってこう図書館代わり、自習室代わりの居場所っていうだけで、新しい居場所じゃないんですよ。なんかこうあって、役割もないんですよ。自分がテスト勉強してます。関係もないんですよ。でもあれって、多分なんか僕はすごく使えるんじゃないかなと思っていて、でそれってさっきのタウンシップにもつながるのがきっとあるなとか、だから僕はすみません。この、ここには一個ユースステーションの使い方みたいなやつは入れた方がいいんじゃないかなっていう気もしていますが、でちょっとすみません、時間があと15分になりました。皆さんこの ETC って書いてあるんですけど、ここで、はい、なんかいいアイデアをちょっと出してください、タウンドシップを確立してこの街に根付かせる、あるいは広めていくのに、具体的な方策、さっきのだから商店街ってみたいな話はいいと、いいですよね。はい。1番、自分のタウンドシップ宣言をしてもらいます。プラスワンで7日の7日の日に、これは関係ないです。まずタウンドシップ宣言をしてもらうようなことをしましょう。で、これの黒崎ロゴデザインをしましょうとか、学校行事を全体の、まあ、イベントとかとタイアップするようなことをしていきましょう。それは神社のお祭りとかも含めてですね。で、もうここは一番はこれだということ、常にこれをやるよう。で、良いことは拍手をしていきましょう。何事に対しても拍手をしていく。そういうふうなことをやるプロジェクトをやったらいいんじゃないかといういくつもの案が出ました。以上です。はい。拍手はいつしたらいいんですか。いつでも。心が動いたらいつでもやる。道歩いてても。なるほど。なるほど。はい。じゃあこちら。まあ今さっきの班からも出たんですけど、まずシンボルマークだったり、まあ、イメージカラーを、まあ、私金融機関に勤めてるんで、金融機関とかもはっきり分かるように
青、オレンジ、黄色、この北九州の三銀行って色で大体分かれているように、まあ、黒崎といえばこのマークだったりこの色っていうのを作れば、まあ、ゆくゆくそのファウンドシップをこう広めていく中でステッカーだったりそのストラップだったりその賛同している人を、まあ、第三者から見てもこうすぐ分かるような形でですね、まあ、していくのもいいんじゃないかなというところで出ました。で、まあ、あと、まあ、黒崎で働いている人だったり、まあ、住んでいる人、さまざまな方がいらっしゃいますので、まあ、個人の会員だったり、あと、まあ、先ほど出ました 企業でそのタウンシップを宣言したりとかですね、そういう形で、まあ、あの公に発信していけるような方法もあるのかなっていうところで、ちなみに何色に決めた？ちなみにあの黒崎のシンボルから、あのイメージからはオレンジでお願いします。いろいろとりあえず出たんですけども、あの店の前に黒崎タウンドシップ参加店のステッカーを貼る、あの先ほどちょっともう説明したメンバーズカードですね、を作って、お店の方もメンバーズカードを提示したら笑顔で迎えるというカードに関する話、それと黒崎の街の印象を良くしようということでゴミ拾いの案が出たんですけども、黒崎ゲリラゴミ拾いって言って、毎週あの決まった時間に黒崎中に決まった音楽が流れ始めたら黒崎にいる人がみんなその場でゴミ拾いを5分間で、音楽が終わったらみんなまた日常に戻ってくるのをフラッシュモブ、はい、フラッシュモブ調で、なるほど、どうか、それと、はい、それと、安川のロボットのコスプレ祭りをイベントそれと、まあ、シャッターが多い、まあ、商店街なので、まあ、シャッターを逆手にとって、まあ、シャッターのデザインを子どもたちと一緒にこうするのはどうかというのと、あと黒崎祇園 の今だいたい企業の寄付金とかで成り立っている分も、あのこれ神戸のルミナリエがそうなんですけども、あの、ま、祭りにイベントに来た人にこう100円募金をみんなにお願いをするんですね。で来た人が100円だったらみんなすぐ入れていくんですけども、それであの赤字だったルミナリエが黒字になったっていう成果も出てて、黒崎祇園中にこう箇所箇所に100円募金も100円でいいから入れてくださいと。でそこでこう来た人がそこで100円募金をすることによって、その黒崎祇園に自分も関わっているっていうその、まあ、気持ちになってもらえるんじゃないかというのと、あと、黒崎駅にあの黒板を復活させて、あの昔あの待ち合わせの書き込みとかしてたじゃないですか、ああいうのでこうそれでまたこう今のスマホの時代じゃないですけども人と人のつながりとかをできるというのと、あともう一個、黒崎大杉通りを作って、あの一人一人がさっき言ってた黒崎が好きな理由をこうレンガに書いて、そのレンガを焼いてみんなでこう作ったレンガで一つの通りを作ってしまうとか、以上です。いや、たくさん出していただいて、はい、で、今の案は別にまとめなくていいですよね。はい、で、すいません、あのもう時間が、まあ、ちょっと本当はここまでやりたかったんですが、戦略の、まあ、コンセプトとしては、まあ、タウンシップ宣言は多分かなという気がします。まあ、あとここをどうするかですよね。なんかでも今日出た意見だとあんまりリスペクトし合えばいいかな、でも成長みたいな話はあんまなかった気もするな。多世代は出てたか、多様なもそんななかったか、じゃあこれは、来週今やるどうですかね、コンセプト、
キーワードは何ですか。そんなあんまり私の立ち上がりと今年のキーワードにしてほしい。今年をね外さずに入れておくとして、その前のとこはどうですか。なんちゃらかんちゃらな副都市を目指して、で、まあ、タウンシップアップで枕言葉としては、はい、郷土愛溢れすぎる副都市溢れすぎる郷土愛、郷土愛、郷でも郷土じゃなくて愛してるんですよね、うん、世代多様なというか、交通の結節点やし、ロボット村とか世界に向けた部分の意味もあるので、なんか残したい感じがします。そうですね。やっぱさっきの話聞いてても、ここにずっと住んでる人だけじゃなくて、ここに来た人も、あるいはちょっと住んでたけど今は遠くにいる人もっていう意味のが入ってるので、まあきっとこれとこれがいるんでしょうね。リスペクトし合い成長できる。最初は学び合うところが入ってたんで、今日はほとんど出なかったけど、今までの議論はずっと人作りが多かったんで学びはなんかそっちで出てましたね。ただ学びって言ったらすごく狭くなるんで、成長し合えるとかいうふうになるほど、ちょっと変わっていって、ま、学んだ後の話になってるわけですね、うん、こうなっちゃってるんだけど、ただこうスッといかないんでね。そうです。まあ、だからリスペクトはとって成長し合える、うん、成長し合えるか、ただ、うん、俺が良くない何々し合うっていうのは。そうですね。でもなんか成長できるより成長し合えるの方がタウンドシップに合ってる気がしますね、うん、お互いの関係の中で両方成長、みんな成長していく。学び合うか成長し合うっていう言葉のどっちかは、まあ言った方がいいのかなっていうか、僕がこれまでの客観的に皆さんがずっと言ってることを聞いてて思ったことなんですね。なんかリスペクトは分かるけど、なんか、うん、成長、そうですね、なんかいいのありますか、アイデア、しっくりくるやつ、うん、なんか前置きなく成長し合えるんだったら、まあ、体がでかくなるだけでもすごいなと思うんですよねそうか、じゃあやっぱなんかが人々が何ですか、学び合い、うん、学び合い、成長できるとかの方がいいんじゃないですかね。やっぱ学びは違和感があるの、まあ、学びだとさっき言ったように、じゃあまあ広い意味じゃ何でもかんでも学びにはなるけど、例えばスポーツだとか音楽だとかそういうのも、あとまあビジネスとかもね、うん、含めた時に、まあ、学びでいいのかな、うんっていうのがちょっと引っかかった。なるほど、混じりじゃダメ、混じりとか交流とか、そこつながるとか、なんかこう学ぶっていうと、なんかやっぱすごくこう構えてしまうので、今の混じるとかつながるとか、それぐらいってどうなのかなとか思う、ね、お互い成長し合えるとか、お互いに、お互いに、お互いに成長し合える、出会い混じり、出会いの地域ね、そっちの方が高め合うとか成長し合えるとかいう言葉が入らないと戦略に繋がらないので、まあ、混じるだけだとか言うと単にコミュニティ作りましょうで、もう一つ上のランクに行けない。そうするとどこの町とも一緒になってどこの町もコミュニティ豊かな
ですね。なんかやっぱつながりとか混じり合いみたいな、ちょっと言葉はあれだけど、なんかそういうニュアンスのワードが入ってた方がいいんですね、看護師。なんか友達になるっていうのはちょっとね、ちょっと違う気もするから、何でしたっけ、さっきの出会う、見合う、出会い、出会い、交わり、高め合う、居場所も入ってるんですね。まずそこの居場所が出会ってっていうのは、なんかすごい、なんかすごい、なんか深い深い目合う、うんうん、混じり、つながりの出会い、つながり、高め合う、なんかちょっと能動的というか、受動的ではなくて、出会い、つながり、高め合う、ずっと考えてると分かんなくなる。みんなだってた、まあ、長いけど多世代かつ多様な人々が出会い、つながり、高め合う人種。うん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 、一回それと文字で書いてみて、うん、あとまあ仕組みとか。うん、また宿題してみたい。はいはい、はい、じゃあすいません、なんか、ちょっと時間が来てしまいましたので、オーバーしてしまいました。申し訳ありません。なんかちょっとあんまり今日うまく引き出せなかった気もしますが、ありがとうございました。松永先生、どうもありがとうございました。もう一刻も早く出らないと時間になってしまいましたので、飲みながら、今の続きがちょっと話せるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、次回はもう公開講座、まだまだ募集中ですので、皆さん方法の方をしっかりお願いします。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。それと公開講座の